皆さん、こんにちは。昨日はここチェンライのバンディンリゾートで一泊しまして、今日もねまたバイクで田舎を回っていくんですが、やはりね、なんといっても今日の宿ですよ。かなり奥地まで行くんで、これまた楽しみですね。いやー、今回の旅で一番楽しみな宿と言ってもいいかもしれません。それでは行きましょう。突然のスコールで少し雨に降られてしまいました。まずね、今からマーケット近くにあるんで、そこ行ってみましょう。この辺り何やらパイナップルめっちゃ売ってるんですよ。なんでここでパイナップル食べていきますか。สวัสดีครับกูแลค่ะนางแลค่ะThis one please 20บาท20บาทขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Can I eat? ขอบคุณครับBus. Ah, okay, okay. これ、パイナップルのジュースも買いました。美味しそうですね。じゃあ早速、このパイナップル食べてみましょう。美味しい。このカーブ。ああ。水いただきましたね。この人も優しいですよ。うん、おいフルーツみたいに美味しいんですが、実はこれ芋みたいなんですね。いやー美味しい。おいしい。おいしい。楽しいなここ。あこれがこれになったという。あアロイね、アロイアロイアロイじゃあこのパイナップルで作ったこのジュース飲んでみましょう。
いや、美味しい。あらまあ。あらい、あらい。เดี๋ยวไปเช็ดก่อนนะเดี๋ยวไปล้างก่อนครับกลางครับอร่อยนะสดชื่นここからできてるのがこれなんだ甘いまあ調味料ですねอร่อยอร่อยขอบคุณครับจ้าวาซาวาซาこれも食べさせてくれるの優しいขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยเอ้กูดいや優しい方々でいろいろ食べさせてくれたりしてしかもね、やっぱりパイナップル美味しいっすね。それでは行きましょう。ここもいいところでしたよ。パプカカー、バイバーイ。なかなか大きいかもしれない。それでは中に入ってみますか。お、帽子が売ってる。どれどれ。帽子買いました。なかなかね気に入ったのがあったんで良かったです。いやーやっと帽子が手に入った。じゃあもうちょっとねブラブラしてみますか。お、これは何でしょうか。ちょっと買ってみますか。ขอบคุณครับこれ何でしょうね。何かの歯に包まれたものなんですが食べてみましょう。おー、何かの餅かな。それでは食べてみます。おお、外側の白い部分はゼリー状になってて、中はね何やら甘い食物繊維が多い何かだと思います。しかしねこれは美味しいですよ。少し癖になるな。うん、それではもう一つ。この程よい甘さがまたいい。美味しかった。それでは行くとしますか。この辺にね、コーヒーショップあるらしいんで、そこでコーヒー飲んでいきましょう。おー、しかしここもすごいところだな。
この明かりも田舎の感じがいいね。おそらくここだと思われます。パーキングと書いてあります。この先にあるコーヒー屋さんかな。赤コテージとあります。ここもしかして泊まれるのかな。そしてこれを見てください。ビシッとね、この木の札のようなものがあるんですが、メッセージが書かれております。赤族というのがこの辺に住んでいるということなんで、何か不思議な力があるかもしれませんね。そしてこの奥にコーヒーショップがあるといった格好です。いやー、綺麗だ。おー、いやー、なんと素晴らしい景色でしょうか。この景色を見ながら飲むコーヒーは最高ですよ。美味しいコーヒーでしたね。それでは行きましょう。カブカンカープ。それでは今から今日の宿に向かうとしますか。昼ご飯食べてないから今日の宿で食べられることを祈りましょう。お腹減りました。いやー、ここもすごいところですな。おー、ちょっとした村でしょうか。ここはまるで時間が止まったかのようなこの雰囲気、たまりませんな。ここどこかな、こっちかな。いや、携帯の電波もね、怪しくなってきた。山の中に入ってきましたよ。これは道も狭くなって、車はちょっとこれは難しそうですね。これは道がかなり厳しくなってきた。もう舗装されてないもんね、これ。おー、いやー、もうすぐね着きそうですよ。しかしすごい景色だな、これは。ここにあるの、本当に。こんなところに村があるんでしょうか。あー、見えてきた。家あります。どうやら着いたっぽいです。さてさて、今日の宿がどこなのか、無事チェックインできるのか、誰に声をかければいいんだ。ここは全く分かりませんが、ちょっとこの辺の人に聞いてみますか。いやー、すごいところだな、ここも。無事到着しましたが、問題はチェックインだな。どこの誰に声をかければいいのやら。お、
ここにホームステイと書いてありますね。ここかな？ここっぽいぞ。サディカーぷ。一分。そう。ホテル？ホテル？一分。おお、ここが今日の部屋かな？テラスもありますよ。カプカンカープ。奥来ないな。ここが今日私の寝床となる部屋です。まあ部屋と言っていいのか小屋と言っていいのか分かりませんが、先ほどね私のベッド準備していただきましたね。でこれもう竹なんすよ。壁がホテルの竹ってだいたい加工してあるんですが、見てください、もう直で使ってあるというこの荒々しさたまりませんね。で屋根もね、これわらぶきかな、わらぶき屋根ですね。もちろん隙間だって空いてますよ。これね、こういった部屋いいですよ。もう趣と味しかありません。でこちらを見るとね、テラスがあるんですよ。ここで座って外を見ましょう。気持ちいいですよ。いやー、素晴らしい景色が広がっております。まさに自然と共に暮らすとはこのこと、というようなとても素敵な部屋なんですよ。ちょっとお腹が減ったんでご飯食べたいというジェスチャーでなんとか伝えましたが、昼ご飯食べられるんでしょうかね。サディカープ。今ねここで私の料理作ってくれてますね。ここ電気ないからこのように火で料理してます。この馬って口やまで待っておいて、ではこう待っておすね、こう待っておいて、ハハ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 、いただきます。おお、
これまた美味しそうですよ。おいしい。この焼き加減といい、味付けといい、日本のチャーハンに似てますね。それぐらい美味しい。このトマトのアクセントがいいなぁ。あと卵も入ってるから、本当にこのチャーハン美味しい。いやー、最高に美味しい昼ご飯でしたね。おーい。あ、あらおい。カポンカー。ここの人もとても優しい。で、お世話になると思うんで、日本で買ったまたこの白い恋人をプレゼントしたいと思います。あとできれば洗濯したいっすね。So, this present for you. あ、ぼうじゃ。あ、ぼうじゃ。ちゃら、ばっちょねか。あー。ねえ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 あーねえねえねえカポカンカー。よし、なんとか洗濯できそうです。ハンガーまで貸していただきました。ここにかけておきますか。おお、すぐ隣には鶏と豚いますね。よし、これで洗濯終了。コブくんか。じゃあ洗濯も終わったんでね、この辺りちょっと歩いてみますか。やはりね、こういった竹の建物いいですね。
山の中にある村で、まあ電気ないのかな。それもまた一つの魅力ですね。普段使っている当たり前のものがない、それが魅力になっているこの村ですね。あー、でもここにソーラーパネルありますね。で、中にはバッテリーがあるのかな。多分これバッテリーですね。で、あちらに発電機かな。いずれにせよこの村では電気が貴重ということに変わりはないですね。少し歩いただけでもう村の外に出てしまいました。この先森だもんね。何もないもの。それぐらい小さな村なんですね。サディカーツ。あー、これ作ってるんだ、ね、あー、ね、上がらせてもらえるんでちょっと見ていきます。サディカーツ。わーお。パブコンカープ。イロピアパガルのマシドイヨン。ワオ。ハンドメイト。ハンドメイト。イヨン、ザラゼミ。ディスワン。いや。ああ、プットナイフ。ベリーナイス。ワオ。これができるという。すごい。Yeah, yeah, yeah. Oh, cold tea. Thank you so much. This is Thailand tea. Here. Ah. It's called rooibos tea. Rooibos tea. Yeah. Ah, rooibos tea. In Thailand. Rooibos tea. でこの葉っぱはこの辺りで採れたものみたいですね。ごちそうになります。ありがとうございます。This tea. Ah, very nice. これですね。ルイブスティー。うん。グッド。あ、リリー。Thank you. それではいただきます。Very nice. アロイ。アロイ。このコップすごい素敵なんで買いたいって言ったら20バーツで売ってくれるみたいですね。おー、この竹はね、作るのに長い時間かかるみたいです。There's a lot of cooking. Ah, cooking. Cooking house. Ah. There's fire. Fire. Make fire. Make smoke. Go, go, go. And then we can dry everything. Everything is it. Everything put something to dry. Ah.Banana. Ah, banana. Yeah, oh, yeah. Very cool. Ah, thank you so much. Yeah, すごいぞ。やはりこの竹のコップね、長い時間かけて作られています。20バーツは安いでしょう。じゃあもらったね、バナナいただきます。これも甘い。No, look at your weapon. No, four, four, no, four, 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 four,
아유 저 개밥이 못하니 개 저번에 집 개밥 먹고 있었나? 제부 이야 바보 간다 아리가또 아리가또 하늘나 저거 제 개를 제 So, I go back. Really, thank you so much. You are kind. I very enjoy here. Thank you so much. Cup, cup, cup. Yeah, ここの人たちも。Oh, ah. I forgot cap.帽子忘れた。Thank you! カブカンカープ、ありがとう。優しい人たちだった。しかもお土産まで買いましたね。これはいい思い出に残るお土産ですね。素晴らしい村ですよ、もう。楽しくてしょうがないです。日本語ちょっとできます。ああすごい。日本に行きましたか。ああすごいね。ああ日本語ちょっとできる。私はもう。ああ、できぼう。いやー、この村にも日本語が喋れる人いるんですね。なんだか感動しました。それでは今からシャワー浴びちゃいましょう。この村ね、多分夜になると真っ暗になるんで、今のうちに入っちゃった方がいいですね。この建物がトイレ兼シャワー室です。それでは中に入ってみますか。ほほー、なるほどなるほど、ここがトイレでシャワーはどこで浴びるんだ。あーこれか。あこれシャワーと言っていいのかわかりませんが、とりあえず水でね体を洗うことができそうです。しかし服置くとこがないぞ。どこに置くかな。まあまあそれは適当にぶら下げてさっさとシャワー浴びちゃいましょう。一応ねこのロックするところに釘が出てたんでそこにかけました。それではシャワー浴びましょう。おー気持ちいいねー。うわー、気持ちいい。いやーシャワーもね浴びたことだし、まだ時間あるんでコーヒー飲みたいっすね。ちょっとコーヒーあるかどうか聞いてきますか。ここでコーヒー飲んだら美味しいですよ。あ、ハロー、カフェコピー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 どらコピーコピーコピーもらあコピーコピーもらいてもらったらすねねねコピー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 でここに熱い湯があるということなんで、どれどれバレツはまぶよーし
アポカンカーツ。コーヒーゲットしました。今夜ご飯ができたということで、おお、このライトいいですね。あーああ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 あ。今このライトをねつけてもらいました。そしてこちらが今日の夜ご飯、ライス2つあるけどすごいボリュームです。しかし美味しそうですね。これは卵ですか。でこちらが野菜炒めにスープ。おお、これはかぼちゃですか。美味しそうです。それでは食べましょう。ではまずこの卵からいただいてみましょう。お、玉ねぎも入ってますね。おお、美味しい。で次はこの野菜炒めです。おお、これも味が優しい。で最後にこのかぼちゃのスープですよ。かぼちゃの甘みがこのスープに溶け込んで、なんとも深い味わいを出してます。じゃあご飯2つもあるんで、まずこの卵を乗っけて一緒に食べちゃいましょう。この卵、塩コショウが効いてるから一緒に食べるとチャーハン風になるな。次はこの野菜炒めをご飯の上に乗っけて一緒に食べましょう。タイの料理はご飯に何でも合う素晴らしい料理です。一つ目のご飯すべて食べきったんで、こっちのご飯に移るとしますか。で、こっちのご飯はこのかぼちゃのスープをかけますか。お、チキンも少し入ってますね。で、ちょっと混ぜて、よし。おー。
何なんでしょうね、このかぼちゃの甘みとご飯のもちもち感、この2つが合わさるとこんなに美味しくなるのか。今回の料理でこれが一番美味しいかもしれない。ご飯2皿目ですが全然食べれます。美味しすぎて。でもこの卵とご飯も美味しいんですよね。ごちそうさまでした。今ねこれ見つけました。ろうそく。いやー、ろうそくが使えるとは思わなかったな。それではちょっとつけてみますか。おーいいぞ、これは素晴らしい。優しい人たちにこの素晴らしい文化、そして美味しい食べ物と、今日も一日最高でした。ということで本日はこれにておやすみなさい。まさに大自然と隣り合わせ。これほどの大自然を体いっぱいで味わったことがあったでしょうか。そして現代人より人間らしく人情味あふれる方々がいる素敵な場所、ここヤフーハウスよりおはようございます。それではまず朝ごはんです。
내봐야그바보면예다리에싸그싸고아까이스네온다그래에저저사빠가누가어이저아니면이게이게이게내가틀리에제가해보여まずこちら里芋と鶏肉が入ってますよ。スープという位置づけでしょうかね。で、隣にあるのがキャベツと、これまた鶏肉が入ってます。いやー、こちらも美味しそう。で、あとはご飯とパイナップルといったラインナップになります。それでは、いただきます。では、まずこのキャベツと鶏肉、いただきましょう。これは醤油が効いてる。で、キャベツの甘みが出ているから美味しいですよ。続いてこちら、里芋のこのとろみがまたいい。これは出汁が効いてる。美味しい。味が濃いからこれはご飯と絶対合うやつですね。よし、では次ご飯食べましょう。まずはこのキャベツと鶏肉をご飯の上にのっけて食べてみましょう。では次これいきますか。もううまいに決まってますよ、これは。いやー、美味しそうだ。
いやー美味しかった。で最後はこのデザート、パイナップルですね。おお、これは甘い。ごちそうさまでした。それでは時間なんでチェックアウトします。ただただ素敵な思い出と最高の体験をありがとうございます。それでは行きましょう。パプコンカーフ、ブンちゃん。いやー、ここの人たちもとてもいい人ばかりで楽しかったな。それでは行きましょう。